さんこんにちは。森谷ドラムスクール大阪高校生の石原匠です。本日は休符を入れることによって勢い感のある2ビートっていうのをちょっと解説していきたいんですけれども、2ビートって聞くとっていう感じのフレーズを、まあ、想像する方が多いかなと思うんですけれども、休符を挟む2ビートっていうのがドッタータドッタトロタンドッタータドッタトロタンドッタータドッタトロタンっていう感じの、ちょっと前のめりになるようなリズム感を表現できるような2ビートフレーズになってます。これの練習の方法なんですけど、最初はスネアとキックだけで、ドッタータドッタドッタドッタータドッタドッタっていうフレーズを練習してみてください。こんな感じなんですけど、で、これに慣れてきたら、次4拍目のキックをダブルにしてみてください。で、ここまでできたら、次は小節の頭、一番最初ですね、に、クラッシュを入れてあげてください。で、最後ここまでできたら、ハイハットを、裏拍に入れてあげる。で、完成です。で、このフレーズなんですけど、小節の頭にクラッシュを入れるのが結構難しいって感じる方が多いので、まあ、そういう時は一旦スネアとか、まあ、練習パッドとかでもいいんですけど、まあ、それ使ってもらって、このフレーズタン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 ってフレーズで、このフレーズの、まあ、一発目の右手、これがそのままクラッシュに来るようなイメージなので、という形で練習してもらえると、クラッシュの入れるタイミング分かりやすいかなって思います。じゃあ、このフレーズのポイントなんですけど、リズムの感じ取り方っていうのを意識できればいいかなと思ってて、こういう2ビートとかの速いやつって1、2、3、4、1、2、3、4、歌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 って形で、なんかちょっと細かく感じ取ってしまうことが多いと思うんですけど、まあ、こういうフレーズとかやったら1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4 歌った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 って形で、まあ、ちょっと長い間隔でリズムを感じ取れるように意識できればいいかなと思います。はい、というわけで今回はこんな感じでした。まあ、よかったら試してみてください。ありがとうございました。さよなら。